いよいよだな。ぶちかましてやれ。分かってる。おやっさんの仇だ。<笑>違和感しかねえな。<笑>他に言うことないのか。これから決戦って時に。この裁判に勝てば大久保の死刑もなくなる。今日中には無理でも。 その方向に持ってくよ。俺の人生に変えてもな。今日はよろしくお願いします。八神さん、おそばで勉強させてもらいます。でもどうかな。あんまり真っ当な裁判にはならないと思うけど。ええ、だから勉強になるんですよ。 被告人は名前と生年月日をお願いします。綾部和也です。生年月日は昭和58年7月2日。次に本籍と現住所をお願いします。神室町弁護士殺害事件第1回公判。 被害者は新谷正道、そして被告人は綾部和也。新谷の遺体から出た弾には綾部の銃の線条痕が刻まれていた。綾部の犯行を示す最大の証拠だ。でもそれはもぐらこと黒岩たちが仕組んだ偽装工作。綾部は白だ。つまり この場で行われている法廷劇ははっきり茶番と言っていい。そう、今この瞬間までは。続いて本件と創薬センターとの関連を否定するにあたって検察側証人を尋問いたします。厚生労働省事務次官一ノ瀬薫さんを。 医療システム産業開発機構の中にあって創薬センターは非常に大きなウェイトを占めています。特に去年発表されたアドデック9の開発については木戸センターチョ主導のもと日本の国家戦略の一つにまでなっています。アドデック9というのはアルツハイマー病の根治を目的とした画期的な新薬です。 政府は認知症患者の増大を喫緊の課題と考え、アドデック9に大きな期待を寄せています。ありがとうございます。以上が創薬センターを取り巻く状況です。弁護側は本件と創薬センターとの関連性を指摘していますが、国家戦略を担う科学集団と神室町での殺人、その関連性は限りなく薄いと検察は考えます。 以上です。弁護側反対尋問をお願いします。証人は事務次官とのことでしたが、つまり厚労省官僚のトップですよね。肩書き上はそうなります。同期の人間を全て蹴落として今の地位を得た。つまり そうなるまでに大きな手柄を立てたということでしょうか。そのことが事件と何か関係ありますか。まあまあ、もう少し聞いてやってください。何ですって。 2002年、医療システム産業開発機構の設立にあたっては一ノ瀬さんがその中心人物だったと聞いています。結果、創薬センターをはじめとする 関連施設や組織がいくつも誕生しました。これを歓迎する厚労省の官僚たちは多かった。なぜなら天下り先が一気に増えたからだ。おかげで矢に下っても稼ぎは十分、老後も安泰です。失礼、この場でする議論ではないと思いますが、
なんとかセンター、なんとか研究所、なんとか病院、そういう関連組織の相談役や顧問ってポストが山ほど増えた。おかげでもし厚労省を辞めてもみんな再就職には困らない。やはりお手柄でしたね、一ノ瀬さん。省内の人望を扱ったでしょうね。あなたが事務次官になったのも大いに頷ける。ですが、いい時代も長くは続かなかった。その後、医療システム産業開発機構は大した成果を上げられなかった。不景気の折、世間がそれを放っておくわけもない。毎年の莫大な維持費は税金の無駄遣いと言われるようになった。するとセンターの閉鎖がささやかれ、その跡地を前提とした再開発計画なんてものまで出てきた。それを風見大臣が内々に OK したって噂もあります。ふん、この法廷は噂を議論の根拠にするんですか？噂といえばもう一つ、神室町では人の目がえぐられるという殺人事件が起きている。犯人はモグラと呼ばれる殺し屋だと。でも実はそれはアドデックナインの人体実験で、神室町にある秘密のラボで行われているとか。ただのくだらんゴシップだ。アドデックナインの開発は本来これから臨床試験に入る段階です。ですが創薬センターは密かに神室町でその人体実験を繰り返し、これまでに何人も死なせています。はあ？その事実は当然極秘だったことでしょう。しかしわずかながら外部へ漏れ始めていたんです。その状況を示す証拠が実は本法廷の証拠品の中にあります。これです。本件被害者である新谷弁護士は極秘だった人体実験へつながる情報を知ってしまいました。だからこそ創薬センターに電話をかけ、この発信履歴が残った。違いますか、一ノ瀬さん。弁護人は裁判員の皆さんにも分かるように説明を。新谷弁護士は松金組の羽村というヤクザからある秘密を聞かされていたんです。新谷弁護士が羽村に聞かされたのは、神室町の連続殺人と創薬センターのある人間との関与です。そして新谷弁護士は創薬センターに電話をかけ、庄野という人物を呼び出そうとした。その庄野がアドデックナインの人体実験を主導していた男です。いい加減にしていただきたい。何が人体実験だ、バカバカしい。こんな裁判がありますか。根拠もなく弁護士が好き勝手喋って、検事もなんで止めないんです。興味深い話だったのでつい。君は一体何だ。証人、まだこちらの質問が終わっていません。何？いや、質問というよりは確認かな。あなたは大久保新平をご存知ですね。ええ、あなたが野に放った殺人鬼でしょう。いえ、
彼は冤罪です。3年前センターの認知症患者と寺沢恵美さんとを殺した真犯人は先ほども名前が出た翔の博士です。まだ言うのか。あんただって全部承知のはずだ。その上で黙ってる。いずれ大久保君の死刑が執行されると知っていながら。もう結構。私が頼まれたのは創薬センターやアドデック9の解説だ。なのにこんな扱いは。新薬の人体実験とその隠蔽、その目的に応じて翔野とあんたはモグラに人を殺させてきた。全部アドデック9の利権を守るためにだ。あなたも法律家ならその根拠を示しなさい。わかりましたよ。何？先日のことですが、俺は神室町である人物から接触を受けましてね。その時に託されたある重要な証拠があります。え？誰だ？お前、羽村の頭？なんでここに？寂しいもんだったな。え？親父の葬式だよ。本家のだだっ広い会場じゃ少ねえ弔問客が余計少なく見えた。俺も証拠ぐらい出たかったがよ、下手に見つかりゃ黒岩に消されちまう。なら今はなんでここに？翔野の秘密ラボを突き止めたな、ターボ。あそこは俺も知らされてなかった場所だ。お前を見くびってたよ。でも結局一ノ瀬たちに締め出されちまった。諦めが悪いのがお前の心情じゃなかったのか。お前に預けたいもんがある。何？俺のけじめだよ。けじめ？そいつは俺が持ってても何の意味もねえ。でも今のお前には必要かもな。そいつをお前に預ける。てめえでつけなきゃなんねえけじめを俺は親父に背負わせちまった。あの人は何にも悪くねえのによ。ここで俺が何もしなきゃあの世から親父が化けて出てくる。羽村、お前なら連中に勝てるかもしれねえ。親父の敵撃ってくれ。中にちょっとしたデータが入ってる。俺と一ノ瀬をつなぐ唯一の証拠だ。裁判長、今からその時私が受け取った証拠を提示します。お聞きください。翔野のことを漏らしたのはあなたですね。新谷という弁護士にです。彼から創薬センターに電話がかかってきた。いや、まあ確かにそうだがよ。でも新谷は大丈夫だ。俺が一言言えば黙る。何をのんきな。承知できません。これは大至急片付けるべき案件です。
羽村さん、そちらで手を打っていただく。またすぐに黒岩さんに頼んでください。報酬はまた1億で。今回はあなたの不始末ですよ。これ以上私を怒らさないでください。黒岩というのはカムロ署の刑事です。しかしその裏の顔はモグラと言われる殺し屋だと思われます。あんたは羽村を通じてその黒岩に新谷殺害を命じた。ふん。電話であんな話をするなんてね。あんたほどの人がよほど慌ててたらしい。そんな音声データいくらでも捏造できる。事実無根だ。証拠としては不十分だと。そうだ。ですがこれをはっきり裏付ける証人がいたとしたら、連れてくればいい。では呼びましょう。驚きました？証人、この録音の会話は？一人は俺だ。もう一人はそこにいる一ノ瀬。間違いねえ。静粛に。君、森田検事生はどこだ？このことを承知してるのか？検事生はこの事件の指揮を取っているつもりですけど、実は蚊帳の外です。何？これから私たちは検事生を告発します。罪状は特別公務員職権乱用罪。俺の次は木戸も証言するぜ。はあ？あの先生は勝川にしかつかねえ。そんな木戸にあんたは見限られたってわけだ。一ノ瀬さん、あんたも厳しい世界で上り詰めた男だ。往生際は潔くな。海藤さん、分かってる。何か指示したな。何をする気だ？星野君、あと頼んだ。え？星野君もいつか独り立ちしなきゃだろ。は？急で悪いんだけどな、今日がその日だ。ちょっと、そうだ。星野君だから任せられるんだ。一流の二番手とかもう甘えたこと言うなよ。大丈夫ですか？何も問題ありません。続けます。海藤さん。この野郎、電話で指示飛ばしやがった。誰に？何の指示を？モグラを始末しろだと。モグラを始末？じゃあ黒岩を消す気か？結局あいつもトカゲの尻尾だったわけだ。口を塞がれる。そうなりゃ事件はそこ止まりだ。なあ、黒岩はカムロ町にいる。行くぞ。今杉浦たちが車回してる。くそ。
だ。もうすぐカムロ町に着く。真冬、黒岩の居場所は？まだ見つからない。連絡もつかなくて。ただそれと関係あるかどうか、劇場前で発砲事件があったみたい。発砲？ええ、だからもしかしたら黒岩もそこに。ただのチンピラじゃねえな。厚労省の雇ってる兵隊？邪魔してくるなら殴ってよし。劇場前まで突っ切ってくぞ。そうこなくっちゃない。止まれっつってんだこら。こうもバンがバンバンやってきやがるんだ。ん？待て、違うぞ。ふざけてる場合じゃないんじゃない？兄貴、だから違うって。頼むよカイトさん、頼りにしてるんだから行くぞ。
しかして黒岩がやったんじゃねえのか。帰り討ちにしたんだ、自分を殺しに来た連中。で、それからどこ行ったんだ。なあ、ちょっとダメだよ。まあ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 。黒岩にやられたのか。奴は創薬センターに向かった。え？長野を殺す気だろう。狙われた復讐にアドデックナイン潰して、事務次官たちも全員破滅させる。クズ同士で潰し合ってくれるってこと？やったじゃん。いや、今小野に死なれたら結局事件は闇の中だ。大久保君の冤罪も晴らせなくなるぞ。え？黒岩を追う。あ、真冬、創薬センターに警官を手配できるか。小野が狙われてるらしい。すぐ安全な場所に移してくれ。手間のかかる野郎だ。ああ、黒岩は見つけ次第確保。銃を持ってるぞ。今どういう状況だ、黒岩は。止まってください。弁護士の矢神だ。小野はもう安全なところへ。いや、我々も状況がよく分かってなくて。ちゃんと情報が伝わってないのか。急にいろんなとこから命令が来て、指示が錯綜しているんです。黒岩、八神だな、お前。どけ。馬鹿言え。全員所持品を改める。両手を広げてみせろ。なんだと？なんでだ。お前らから小野博士を守るためだ。早くしろ。小野を狙ってんのは黒岩だよ。あんたら騙されてんだって。あいつを止めろ。あいつが小野を銃を持ってんだ。ワッパかけろ。海藤さん、黒岩は研究棟へ向かってる。目的地は小野の研究室だ。止めないと。いいけどよ、後のことは知らねえぞ。お前ら絶対捕まるじゃないか。これ、八神さん、弁護よろしく。黒岩、ダボ、そっちは後だ。これもうとことんやりきるしかねえな。行くぞ。Yeah.
先行けや、タボ。ここは任せろ。杉浦も行け。行け。お前が黒岩を止めろ。じゃあ急いでんだ。かかってくんならさっさと来い。寝とけっての。黒岩のやつ、ここまでやるのか。ダメだ、この扉開かないよ。ロックされてる。ロック？そういえば前来た時にエミちゃんが。そっちの奥は開発研究棟です。ゴールドのカードキーがないと入れません。ゴールドのカードキー、どこかにないか。非常事態が発生しました。セキュリティシステムを起動します。システムの起動に伴い3分後にゲートを完全ロックいたします。怪しい。あったぞ。これで開けられる。外の渡りようか。黒岩は人を撃ってる。くっそ、早く止めねえと。黒岩！
ガミさん、大丈夫？くそ、どこか別のルートは。地下駐車場の入り口、こないだ侵入した。そうだよ、ヤガミさん、あそこから病棟まで入れたよね。そしたら研究棟にも行けない。カードキーもさっき手に入ったし。行けるかもな。じゃあ行くしかないって。クライワを止めなきゃだな。また会ったな、探偵さん。マシコさんだったか。てめえ、この野郎。見送ったり出迎えたり、あんたも大変だね。今回はお遊びはなしだ。覚悟しろ。やるな。限界って感じ。でも先を急がないとね。うっ、あ、ちょっとその顔。なんかちょっとめまいがするな。だろうね。大丈夫、八神さん。頭結構血が出てるみたいだけど。どうかな。今すぐ死にはしないと思うよ。見た目よりは余裕があるのかな。じゃあ行こう。
りきりすぎると持たねえぞ。刑事弁護は本当信念っていうか正義感、そういうのが試されるんだ。あんま金にもなんねえのによ。いいからほどほどにしとけって。経験豊富な先輩のありがたいお言葉だぜ。奥の渡り廊下から開発研究棟に行ける。一番苦しむのは大久保さんなのに。彼が本当に無実なら勝てますよ。と言っても俺は今回が初めての刑事弁護なんだけど。え？民事だと勝ったり負けたり、少し負け越してるから。そうなんですか。今回の事件、賢い弁護士ならまず無罪は主張しないそうです。でも俺はこの程度の弁護士だからこそ、本気で無罪を取れると信じられるのかも。大久保君をお願いしますね、八神さん。あとよかったら弟のことも。ずうずうしいですけど。八神さん、さっきさ、その姉貴の声がしたんだよ。あ、いや、空耳にしては生々しくて。なんか聞こえた？ああ、後でゆっくり話してやるよ。今はやることがある。え？行こう。黒岩を止めるぞ。わかったよ。少し顔色良くなった？カードキーを。ゴールドのやつね。この先に小野の研究室がある。じゃあ黒岩もこの辺に？ああ、多分。邪魔してくれるな、八神。やめろ。今さら復讐して何になる。翔野を殺してもお前は復讐？誰がそんなことを。こいつには生きていてもらう。何？銃を捨てろ！
が来られるようにする。八神さんは黒岩とすぐに決着をつけてくる。ならいいよ、そんな慌てなくて。僕の分までやっつけてきて。わかった。俺たちはあんたを助けに来た。本意じゃねえけどな。こいつを見ててやってくれ。わかりました。諦めろ、全て終わりだ。うるせえ。まだ終わりじゃねえ。どういう意味だ。アドデックないんだよ。あの存在がある限り俺は終わらねえ。あんたさっき正野には生きていてもらうって言ってたな。ああ、あいつと俺とでアドデックナインを完成させる。やつだってそれを望むはずだ。俺らが助かるにはもうそれしかねえ。そんなことができると思うのか。ああできるね。やってみせる。心配するな。完成するまで俺が何人でも実験台を調達してやるよ。薬さえ完成させれば捕まるどころか世界中に感謝される。正気じゃねえ。じゃあまずお前を久しぶりの実験台にしてやる。死んじまったらその時はお前も目えぐってもらえ。
ればいいよ、クソザコが。おっと、おとき、とっとっとい。Huh?
さっきやっと誤解が解けてよ。一旦俺らのことは後回しにしてくれるってよ。後で弁護頼むぞ。ヤガミさん。ショウノ。止まれっつって止まるやつじゃねえだろう。この…お前の…剣ごっこも終わりだな。いえ、もう必要ないと思います。ああ、それは、ええ、アドデックナインです。まだ死なないでください。おい、何するんだ。完成したんですよ。僕のやれる全てを注ぎ込んだんです。今度こそ間違いない。だから最後に、この新薬が完成したという証明を。そうやって何人殺してきた。でもおかげで何百万何千万の人が救われるんです。だから罪もない女の子まで殺した。ん？何度も体を刺して火までつけた。その罪を着せられた大久保君は今も死刑囚でいるんだ。僕だって殺したくて殺したんじゃない。アドデックナインを作るために、世界を救うためには仕方なかったんだ。実はアドデックナインからは人体への毒性を消すことはできません。ショウノ君は私にそう言いました。それが何人も実験台にしてたどり着いた結論だそうです。つまりアドデックナインは失敗です。しかし彼は誰にもそれを言えずにいた。すでに何人も死なせて、その全てが無意味だったと言い出せなかった。あなたがその話を聞いたのはいつですか。つい先日ですよ。それを聞いて私はこの法廷で証言することにしたんです。世界を救うためには仕方なかった。違うだろ。お前がエミちゃんを殺したのは自分の保身のためだよ。世界を救うのが目的なら、アドデックナインの研究は他の誰かに引き継ぐことだってできたはずだ。僕が研究してきた薬だ。僕でなきゃ完成させられなかった。じゃあ今証明してみせますよ。僕の考えた薬が正しいこと、僕のやったことが正しかったってことをね。おい、
僕の母は認知症になった祖父母を長いこと介護してた。それを最後まで見とった後、気が抜けたように倒れて死んだ。僕だってアルツハイマーに大事な家族を奪われた一人なんだ。でもこれでもう同じ悲劇は二度と起こらない。僕が研究者になったのも、この薬の開発を手掛けたのも、神様が授けた運命なんですよ。9の副作用は被験者に激しい頭痛を起こさせ、その眼球を青く染めます。そうなってはもう助からない。青くなるのはアドデック9に由来する毒素がたまるためだと翔野君は言ってました。それは紛れもない人体実験の物証となってしまう。だからカムロ町で見つかる死体からは常に眼球が持ち去られていた。それらは全て翔野が処理していました。ありがとうございました、八神先生。釈放は来週？多分そのくらいだろうって聞きました。その後恵美の事件の再審がありますけど。再審は形式的なものになると思う。もう誰も君が恵美ちゃんを殺したとは思ってない。もう行くんですか？今日はもう一人君と話したいってやつを連れてきたんだ。え？フミヤ君。あとはもういいな。一緒にいてくれればいいのに。じゃあな。ありがとね、八神さん。翔野と黒岩は死亡、一ノ瀬や森田検事生は逮捕か。八神探偵事務所のおかげですね。でもこれから大変なことになります。厚労省は大揺れでしょうし、創薬センターも多分解体ですかね。結局梶平の狙い通りになっちゃったりして。
納得いきません。いや、そっちはそっちで風見大臣との癒着が追及されるみたいだ。警察が動き出しているんだとよ。天網恢恢、そにして漏らさずだ。こっそり悪いことはできないってことですね。おお、よく知ってるな。じゃあこれ知ってるか。はい。うちの事務所は所内恋愛禁止だ。え？仕事に身が入んなくなるんでな。いやそうだったんですか。そこは引いちゃダメでしょ。まあ年寄りの忠告ってのはいつも無視されるもんだ。若い頃は俺らも忠告なんて聞かなかったかな。あ、待つかねよ。まあ俺は別に構わねえよ。お前が弁護士に戻っても。今ちょうど依頼もねえし、俺は他で職探してくっからよ。何言ってんだよ。俺はここを閉める気ないって。せっかく真っ当な世界に戻れんのにか。こんなろくでもねえ町で探偵続けるなんてどう考えてもアホだろ。言ってくれるね。海藤さんの言う通りじゃない。今の八神くんなら弁護の依頼で引く手あまたなのに。普通選択の余地ないでしょ。そうかな。そうかなって。源田先生も弁護士に戻ってほしがってる。それにきっと松金の親分さんだって。俺もそう思うぜ。いろいろあったけどよ、ターボーが弁護士に戻るのはやっぱ神様のあれなんだっけ、神様のおぼし召し。それだ。よしてくれよ。え？俺は弁護士を辞めて探偵になった。でも探偵という選択をしたから大久保君の冤罪を証明できた。それはまあそうかもね。皮肉なもんだよ。弁護士やってて真実をつかめずに逃げ出してたってのに、弁護士を辞めたことで真実にたどり着くことができたんだから。どんな選択にどんな未来があるかなんてわからない。それこそ神のみぞ知るだろ。だからどんな選択をしたところで大事なのはその後さ。絶対に諦めないことが一番大事なんだ。まあね。でもさ。ん？でも？法廷で久しぶりにスーツ着たけど俺いまいちじゃなかった。スーツ着るって選択だけはやっぱ絶対なしかな。その点探偵はスーツ着る必要ねえし。あのね。はい、八神探偵事務所。え、猫が逃げて帰ってこないって。うちはペットショップじゃねえんだから。いいね、面白そうじゃん。猫の名前と特徴は。ちょっと八神くん。チャコ、5歳のメス。じゃあ写真送っといてください。よっしゃ、じゃあドンキでまた旅でも買ってくっか。海藤さん、久しぶりの依頼だ。絶対物にしようぜ。
I'm sorry, 上手く笑えない。